はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズではシードアストレイ最終話ですね、終わらせていきたいと思います。宿命の決着ということでやっていきます。取得可能ユニットすんげーいっぱいいるな、下のところ。基本的に敵はもうロンドキナサハクしかいないよね。であとはもうなんか一般兵みたいな感じで、私たちが空に上がりリアムと合流しようとしていた頃、地球軍はマスドライバー確保のために2つの作戦を同時展開していた。一つはザフト占領下にあるビクトリア宇宙港の奪還、もう一つは中立国オーブが保有するマスドライバー施設の接収。プロフェッサーの言う通り、地上の戦闘はますます激しくなってるみたい。大きな戦場こそ避けてきたけれど、気づけば私たちだってこの戦争の節目に何度も立ち会ってきた。でも私たちジャンク屋にできることはほんの一握りだけ。そのことはローだって分かってるはずなんだけど。空か。ロー、どうしたの？いや、俺たちがこうしている間にも地上では戦って死んでいくやつが大勢いるって思うとちょっとな。ロウ、何かが間違っているのは分かってるんだけどよ、俺は今のままでいいのかってな。こうしている間にも世界の在り方は刻々と変わり続けていく。戦争が激化の一途をたどる時代の中で、私たちがローが本当にするべきこととは。宿命の決着。Thank you.
早々に戦闘か。で最終話だから6話か。まあまあまあサブストーリーだからね。何体積んでるかだな。おいいね、積んでる積んでる。3体のここは積んでない。6体を捕獲できるか。マジ捕獲が資金源だからね。ロウかギナ一旦で行くか。スーパーソニックトランスポーター、マジで超使いやすいこの戦か。一応攻撃射程入るのか。 65% 防御だし攻撃だけしとこう。よし当たった。まあ2000でもね。げっ超ヒットポイントだけんだけど2万1000もあんの。でもまあ攻撃力防御力は200ちょい超えだから凄まじく強いってわけではないよね。ここら辺の第一世代ダブルオーと同じくらいか。ストライクと同じくらいだね基礎能力は。フェニックス若干もう弱いよね。てか01とかもう170だからな。バイエイトだいぶ強い。攻撃力250あるし。ああもう強いわ。さすがにこいつは届かないからこっちで行くでしょ。どっちの部隊で行くかって言ったらちょっとこっちの部隊で行くか。 69% の 97% 命中率が半端ないな。スキルを使えればいいんだけどな。まあいいか、ちょっとダメージを与えていきますか。4700痛い。フリーダムキラだったら 84%。 4700のこれはあれか、フェーズシフト走行か。こいつフェイズシフト走行はないんだ。所詮アストレっていう感じか。コーディネーター劇場変動値2倍か。でエクシアはもう突っ込んでセブンソード。やっぱり突っ込む系の格闘はだいぶ命中率が高いな。で6000当たってんな。4300、なんかバルカン的なやつ。バルバトスって2つしかないっけ。メイスト3200か。なんかでもバルバトスそこまでって感じだからな。ちょっと怖いなバルカン。いやだったらフェニックスガンダム自体は攻撃力低いからビームライフルでいいでしょ。4158 4800も食らうのか。161、これ決まったな。もうこいつは普通のレッドフレームだからガーベラストレートで回避になってるし。ちょっと待って、ビームライフルとかだったら攻撃してくるかな。回避してくるな。完全にもう勝てないことを悟ってるか。まあ、でも 64% だったら何でもかんでも壊しやがって、大きな世界の流れを知らぬ者よ。万人は一握りの価値のあるものにその生命を捧げるためだけに存在するのだ。何だと？俺のレッドフレームで蹴散らしてやる。一刀両断。小賢しい。さらばだ。
こっからが本番だな。ってかこれ欲しい。いや、いらない。なんかローエングリーン砲持ってるフルフレームいなかったっけ。それが欲しいんだよな。フリーフォーム結構やべえな。じゃあまあここはあと殲滅していくだけで回収して金にしていきますか。初戦は敵を全滅させなきゃいけないから、ちょっとリフォーム1回こっちに合流して、マッチファーストで部隊はこっち行くか。左の部隊はどうすかな。戦艦に任せよう。でマッチ厄介なのがこいつ、攻撃できるとき攻撃しておこう。支援もいける。バイエイトか。バイエイトをじゃあ支援の起点にして、まあ、防御されてるからね、それは全然しょうがない。で射程の外から攻撃していこう。あ、短いじゃん。意外に射程短いや。もう5あれば全然射程外になる。ということでスナイパーライフルからのビームキャノン、もうこのターンでいければいきたいな。あとは何を持ってるか。機械知識、物理知識か。射程6に行けば攻撃は食らわないはずだから、射程5でも食らわないけど命中率が低いな。でもまあまあ当たるな。4600でここに置いて、だいぶエネルギー使ったな。もういいや、そのまま外れた。まあしょうがない。じゃあサクサク倒していきますか。4600ってどうなの。もうやめろ。ゴールドフレームは無意味な破壊を望んでいない。何をほざく。兵器は破壊を生むためにあるのだ。ましてや今のプロトゼロワンには G の腕が備わっている。生まれながらにして血に濡れているのだ。ガーベラストレートに切れぬものなし。回収を終えたアマツにかなう者などおらん。踊れ。死ね。やるじゃねえか。じゃあガイル倒そう。ガトリックいける。戦いを挑むなら相手を選ぶべきだったな。ふざけ。所詮傭兵といえど私の敵ではない。タクティカルアンズに資格は存在しない。当てる。小賢しい。こいつは傑作だ。ありえん、ありえんな。敵地の撃破を確認。な、まだ終わりではない。ミッションを続行する。やっぱブルーフレームのがいいな。欲しい。これでこいつは死んだか。ゲットゲージすげえな。こっちのやつは全部倒せればいけるかな。このバスターダガーも合わせて。ちょっとリフォームの人々がやべえかな。
まあ、ちょっとじゃあ減らして防御か1万超えてくるとな。てかダメージが通らないな。ラミネート装甲持ってんのか、それは知らなかった。厄介だな。でもまあ射程の外からチク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 減らして3800はいける。だからガトリングなのか、強え。うん、いいねいいね。ちょっと前線に出しても外部実力だったらいけると思うんだよな。で、リフォームはここに置いといて、あと左はまあ、ちょっと適当に排除しつついきますか。ちょっと真ん中は戦艦連携の複数ロックの4体でいけるか。いくつだ、9000当たればいけるわ。よしよしよし、効率は良い。で、まあみんなちょいちょい減りつつあるけど、もう一戦くらいは耐えられるかな。じゃあちょっとブルーフレームセカンドで倒せるやつをガンガン倒していこう。やべえ、一発で倒せるようになった。よし、ゲットブルーフレーム。ちょっとブルーフレームと01変えようかな。あとはもう気にせず倒せるんで、まあ、また回収しつつサクサクいきますか。よっしゃ、回収祭りじゃ。6体回収。ジンって1体7800とか7500とかそんくらいで売れた気がするから、やっぱり最終話は結構捕獲要員が多くて嬉しいな。でそのままこいつでピンポイントで届かなくて、そうか、射程が4しかないのか。ただ1万6000とか末で、こいつらも旗揚げでしょ。これ下行ってさ狙えるか、ピンポイント。いいね、ガイやっぱいいよな。めちゃくちゃ好きなキャラ、かっこいい、マジで。ローエングリーンランチャー砲のブルーフレームマジで欲しいんだけど。どうだろう、なんかこいつももう倒しちゃっていい気がするけどな。リフォームは捕獲どこまでいける、こっち開けるか。ちょっと上と下を、もうこっち側戦艦しかいないからね。じゃあちょっと開けてリフォーム動かして捕獲しよう。よし、これで全員入るな。こっちだけデュエルダガーになってる。よしよしよし、オッケー。1万8000は当たらんか。まあ、次のターンで適当に倒しますか。じゃあ最後切り刻んで終わりにしますか。ブルーフレームは貴様などに止められん。始末する。進め。何ということだ。総員直ちに脱出せよ。ミッションコンプリート。さあ次の任務へ取り掛かるぞ。アストレイ自体はまだ X アストレイも続くから、ローエングリーンランチャー装備ってそっちの方だっけ。
まだこいつが残ってるからな。それで話が続いていくっていう感じか。王道ならざる者たち。ロンド砂漠を倒したことで私たちとゴールドフレームの因縁は決着した。オーブの表に立つアスハケに並び、国の暗部を司っていた砂漠家。砂漠はオーブ本国の陥落をきっかけに地球圏の支配を企み動き出していたらしいけど、結果としてローの行動がその野望を阻止することになったみたい。また砂漠家は地球軍のモビルスーツ開発にも関与していて、そのつながりから生まれたのがレッドフレームをはじめとするアストレイの3機だった。アストレイシリーズ、時代の狭間に生み落とされた機体は数奇な運命をたどり、歴史のうねりを渡り歩くこととなった。そしてこれからもこの機体はその名の通り王道ではない道を進んでいく。搭乗者が求める理想、それぞれの生き方を貫くために。アストレイか。もしかしたら俺たちも同じかもしれねえな。コーディネーターもナチュラルも関係ねえ。ただ戦わないでいい世界を目指してるんだからよ。今日は戦争をやめてみんなで楽しく働きたいんだよね。俺一人がどこまでできるかはわからないが、まあ柄じゃねえな。何しろ今やるべきことは決まってる。なんてったって俺たちは由緒正しく誇り高いジャンク屋なんだからな。うん、その方がずっとローらしいよ。さあ宇宙一のジャンク屋として俺の道を突き進んでやるぜ。よし、ブルーフレームセカンド L って何？イズモ、どういう機体これ。機体っていうか戦艦なんだけどさ。あ、ガイ絶対雇おう。ジョージ・グレン、ファーストコーディネーター。お、高感度センサー。クエスト宿命の達成、宿命の決着を達成。厄災戦を達成。あー、命中77かー。どうなんだろうな。3で7だもんな。だって高感度センサー3で7か。厳しいよな、それ考えると。ということで、まずはちょっと見たいのはウル捕獲リスト。それなりにいるから、全解体で10万。まあ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 、これで65万。俺のこれモビルスーツモビルアーマーだから、俺の欲しいドミニオンアークエンジェル勝っていったら、そりゃアークエンジェルでしょう。ちょっと待って、これさ、もしかしてさ、キャリーベースウッパラ L 98,075万。ちょっと待って、いくら、78万とかだったっけ。あー、なるほど、次のステージクリアすれば。あ、でもブルーフレーム作んなきゃいけないからな。ブルーフレームとガイを雇わなきゃいけないから、結局またお金がかかる。ちょっと空いてるところにやろう。まず生産で、どれだった、ブルーフレームそんなに高くないと思うんだよね。と思ったら、まあ2万6000円くらいか。射程がね、ちょっと短いけど、多分接近専用の機体なんだな。ソードフォームのタクティカルアームズが多分
1から2で結構強めだから、まあ、1回作っておこう。ちょっとマジでガイ推しだから俺ので、スカウトでガイ強そうだよな。5万5000とか結局なんか10万くらい使うんだけどお金まあいいや、強いからね。でもここにいるってことは、でちょっとカトル様と1回交換しよっかな。カトル3しかないからな。まあ同じ接近専用と考えればちょっとガイを置くっていう感じ。敷地だけ140あるんだ、さすがだな。アスラン120か。だったら、まあ、でもどれだけ変わるのっていう感じだよね。チームエリア3って書いてあるな。これ、あ、変わんねえわ。3、4は欲しいんだよな。ってなると、やっぱり普通に育成させてなんか覚えさせたいけど、もうユニットも売れるもんないからな。開発とか全く見てないけど、なんかあんのこれ。開発じゃねえや。設計、全設計。ハイペリオンガンダムが作れるんだけど一応登録しとくか。ハイペリオンガンダムってどんな感じ。あれスローネアインもいる。これも生産で作ったのか。 GN ランチャーが射程5か。射程5は欲しいよな、やっぱり。ビームキャノン、フォルファントリーとかいうのが射程6ある。アミュレール、ビビレール。リュミエールってことは、すべての武装6000以下無効化、強くね？エネルギー30消費とか、ちょっと消耗しすぎだわ、それは。という感じか。まあ、ちょっともしお金に余裕があったらハイペリオンガンダムとか作るのありだけど、3万円か、そんなに高くないな。ここら辺のエクシア系とかの方が高いよね。バーチェとかなんかやっぱり重くてな。回避できないんだよな。まあということで、アストレイが終わって少し戦力増強ができて、まあ相変わらずのちょっとお金不足になっちゃったんですけど、お金不足ってか戦艦を買うためにお金を貯めてるからあんまり使えないんですけど、まあ本当はもうちょっとねアビリティとかもつけて強化したいんだけど、まずはまあいい機体が手に入ったらちょっとそれを最優先にはするんですけど、まあ、やっぱりアークエンジェルをちょっと求めてお金を貯めていこうと思います。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価していただければ幸いです。